うーし、再開していくぜ。いやー、フィールド BGM がかっちょよくてね、ちょっとね、ついつい一周聞いてましたよ、私。まあ、戦闘中も BGM が変わらないんで、チャキチャキっと進んでいこうか。この村の連中が素直に言うこと聞くとも思えないけどね。おめえら、あんたらは今更どうしようもない村に何の用だ。世界が滅びるんだぜ。もうどうでもいいよ。こいつら。世界が滅びるというのか、そんなまさか絶望じゃ。死にたくねえ。だったら手を貸せ貴様ら。このまま美しいまま死ねるならそれも。もうまあ、ぶっちゃけさ、まあ、一般ピーポー的な考えからしたら、この村の人たちが、まあ、至極当然の反応しているかもしれないけどね。世界が滅びるぜっつって、俺たちが立ち上がらなきゃいけねえぜってなる一般人はいないと思うけどね、まあ。あんたらは。おやや、あなたは確か、世界が滅びるから復讐にでも来たんですか？そういう考えがいくなよね、本当に。死にたくないよ。世界滅亡か、いざ目の当たりにすると僕は。あなた村長やい。どちら様でしたっけ。とりあえず一発ぶん殴ろう。フルボッコにしてやんよ。なんて暴力的なドン引きですわ。兄ちゃん兄ちゃん、そんなこと言ってる場合じゃないっす。村長さん、お願いがあるんすけど。お前の血を見せてほしい。じゃあ話がややこしくなるっす。船を一隻貸してほしいっす。話を詳しく聞かせてほしいっす。そういうことなんすよ。そういうことです。大穴を塞ぐために。確かに大穴ができたことは承知してます。この大陸の南の方角、魔物もそこから発生しているようです。あの大穴を塞がねば本当に大変なことになるでしょうね。なんでだよ。なんでだよ、これ。何をすっとんきょうの当たり前じゃないですか。世界の危険が迫れば、やれ一斉に世界が協力するとでも大思いでしたか。無駄だと言うんですよ、そんな世界を救うだなんて。あなた方も知ってたんでしょ。この世界の真実ってやつを、作られたものだっていうことを、みんな知ってるのか。その創造主が壊そうと言うんです。逆らうだけ無駄じゃないですか。無駄だなんて。じゃあ、おとなしく死んでいくんすか？そうやって何もしないで。無駄なことのために必死になってばからしいんですよ、それ。別にさ、必死になるのはこっちじゃんかないか。あんたらに必死になって働け言うてるわけなんやろ、それ。どうせ無駄なんですから諦めましょうよ。勝手に諦めさせてもらいます。もう船もらってこ。船もらってこうや。何の毒にもならない私たちの村救っちゃってくれ。あの後は村の生活良くなりましたよ。平和って言ってもいいんでしょうね。あなたのおかげなんでしょうよ。でもね、感謝されるとでも思ってます？ふざけろですよ。今回だってそうだ。勝手に世界を救う救世主気取り、つくづく寒気がしますね。私たちそういうの嫌いなんですよ。勝手に盛り上がって、勝手に相手のこと分かった気でいる。まるで自分たちが主役気取りだ。バカじゃないですか。気持ち悪いんですよ。なあなあでいいんですよ。熱くなるなんてバカバカしいんですよ。本当はあなただって心のどこかでそう思ってるんでしょ？ね。悲しい人たちだ。イライラするな。どうせ人間なんてみんな。相変わらずだね、ここは。お、誰だ？ドリュー！久しいな、ドリュー！もう、だいぶテンション下がってたところにドリューたちが来たおかげでもう持ち直したわ、これ。元気してたかい？死んでました。その逆ツボだぜ。地獄に送り返してやろうか。相変わらずです。お久しぶりです。相変わらずですね、あなたは。ああ、君たちもね。どうだい、勇者とやらには慣れたのかい。その様子だとまだみたいだね。つくづく愚かしい。世界を回って気づいたんじゃないかい。僕たちが正しかったことねえ。どういうことだい。イライザ抑えた。肉汁外に来てほしいんだぜ。大穴へ向かう手段、俺たちが用意しておいたからよ。ドリュー！いいやつやな、これ。せいぜいもがいてもがいて絶望するといいさ。
どうせ無理なんだよ、僕たちになんかね。とりあえずこいつの爪を一枚一枚剥がした上で、指先から1センチずつナイフで削ぎ落としていこうじゃないか。ああ、それぐらいしないと腹の虫が収まらないんじゃないか。なら見てると以前あんたが諦めた勇者の生き様、俺たちがどこまでやれっかを見てるんだぜ、兄貴。兄貴？兄弟なのか。俺はよく知ってんだ、あんたのこと。兄貴、昔は優しかったんだぜ。なんだと？行こうか、肉汁。外で彼らが待ってる。彼らって誰だい？誰なんだい、それ。うむむ？お？おお、王様たちか。忘れてた、すっかり忘れてたけど帰ってこれたのか。これ見か、嫁入り前の娘がはしたないぞ。父さんなんか死ねばいいのに。まあまあ、王族の皆さんどうしてここに？それはね、彼らのおかげなんだ。実はお前らが魔王城で話を聞いてたとき、後ろで僕たちもこっそり話を聞いてたんだ。よく入ってこれたな、お前ら。あー、いたよねー。気づいてたんだぜ。武芸の達人は相手の気配を読むと言うけれど、嘘に決まってんだろ、ハゲド。それでさ、君たちが飛ばされたと大変なことになっちゃっただろ。だから君たちがこの世界に帰ってくるまで力を集めようと思ったんだ。彼女のガネットの最後の野望を止めるための少しでもの希望をね。世界中の村に情報が行き渡ったのももしかしなくても、最初はさすがにドイツも信じられなかったみたいだけどよ、さすがにあの大穴が開いたんじゃ信じざるを得なかったみたいでさ、他の村のみんなも自警団とか結成して今結構頑張ってるんだぜ。それで僕たちも肉汁の力になるためにドリューさんたちに連れてきてもらったんだ。お前のためじゃったらたとえ血の果てでも駆けつける、それがわしらのモットーだからの。嘘くせえなバーンズ、てめえ最後まで粘っただろうが。やっぱりな。まあまあ、それで力になるってのは、船を用意してくれたってことか、ゲイル。よろしく。あのね、肉汁、私たちが旅するときに使ってた王族の船、それで大穴の近くまで送り届けるから、だからあなたには心置きなくハッスルしてもらいたいわけじゃ。海には前よかわりたくさん、しかもどれらやら魔物が出るんだぜ。だから護衛はお任せあれだぜ。老竜、ええやつらだな、こいつら。僕たちにも協力させておくれよ。つうかさ、この道竜たちも、全肉汁、魔王肉汁の物語に登場した人物のオリジナルがいるのかな。ありがとうみんな。イライザちゃん可愛いな。僕たちの船はこの村の南の方に止めてあるよ。準備が整ったら出発だ。了解っす。了解です。行かせていただこうかい、俺、じゃあ。早速あるな。肉汁一人だもんな。ちょっと装備品もどうにか。全状態異常防止だからやっぱこっちの方がいいか。船に登場すると罠をクリアするまで引き返せません。ちょっと待てよ。ちょっと待て、一応武器防具見てこようか。そんなこと言われたらちょっと武器防具見てこようか、これ。大したも売ってないけどさ。売ってんなー、なんか急に売ってんなー、これ。ちょっと待て待て、今遊びしてんの防具いくつだっけ。なんでこんな弱い鎧装備してんの、あんた。あれ、前からこんな鎧だっけか。あれれ、あれれれれれれ。全然重くないよ、むしろ軽いよ。じゃあこれ一個買おう。これ一個買って。意外と売ってんな、意外と売ってたな。防具一気に上がったな。武器も売ってるんじゃないか。じゃあ来た、これ魔王の盾、きっと誰かが使ってた漆黒の刀。9上がるのか。こんにゃくが切れません、女も切れません。ユグドラシル、とりあえず買うか。お金はまだあるな。全員分揃えるのはちょっと厳しそうだけどね。ヒールゼリー、あ、3が最大なのかな、結局のところ。チョコセット3結構あるからな。天国の香りとかちょっと買っとくか、5個ぐらい。うーし、
まあそんなに使えるとも思えないけど、一応、あ、ちょっと待って、一応念のためにセーブしようか。念のために行こう。さてさて、相変わらず船の形はこれなんだな。みんな大好きバーンズ号はなんだそれ。何の歌なんだそれ。鬱陶しいんだが、お父さんうざい。ケイル・ミカが、ミカはお父さんが拗ねて船運転しなくなったら誰も代わりできないんだから。どういう諭し方。やれやれっす。楽しい船旅だぜ。俺たちのはひどかったもんな。なんせ運転依頼者だったからね。荒々しいってレベルじゃ。海の底には魔物が浮よ。突き落とすって言ってんのそれ。腹すかせてるんだろうな。行くか。行かないよ。それかドリューたちはどういう経緯で出会ったんだよろうね、これね。ドリューたちの話でも、出会いの話とかでも結構面白そうだけどね。ねえねえ。もうミカで言ってば、あのさちょっと気になったんだけど、三人ってさっきどうしようもない村とどういう関係なの？兄弟とか言ってたけどね。あ、三人とも関係があるわけ？これもしかして。気になっても聞いちゃいけないことちゃんとわからなきゃ。ごめんなさい。出身地なんだよ、僕たちの。あ、そうなの？三人ともあそこ出身なの？つうかさ、あのさ、エスパーみたいな感じだったけど、今完全に私エスパーみたいな感じで先読みしたけど、もうガチ偶然やで、これ。僕とドリュー、イライザはね、あの村を旅立ってこうして三人で世界を巡ってるんだ。昔からよ、俺、勇者ってのに憧れてたんだぜ。絵本とか読んでよ。だけど、この悪人面だ。村中の奴らに馬鹿にされてたぜ。てめえには無理だってよ。それをひどいって思わねえのがあの村なんだよ。はぁ、できもしない夢を見るのは愚かだ。身の丈に合った生き方をしろ。どうしようもなく現実的な、どうしようもない村人たちの村。それが僕たちの故郷だった。だけどよ、だけどんなの納得いかねえじゃん。お前はああいう生き方をしろって。決められた通りに生きるの、俺たちには納得できなかったんだぜ。肉汁もそう思ったから、こうやってガネットと戦う道を選んだんだろ。ちょっと違うかな。戦う理由なんてそれぞれさ。肉汁にとってはきっともっと大切なことがあるんだよ。ね。どうせクソくだらねえ理由だろうけどな。あなたに言われることじゃないもん。ガキが切れてんだよ。で、旅に出ることを決めたんだぜ。あの村の連中に俺たちの生き様を見せつけるためにな。僕たちがこの世界の魔王を倒して、勇者になればきっとみんな見直してくれると思ったんだ。言い出したのイライザなんだけどね。意外と熱いとこあるじゃねえか、イライザ。しくってんじゃねえぞ。恥ずかしいんか、イライザ。かわいい顔しやがって、それ。で、旅するうちに出会ったのが、肉汁兄ちゃんたちだったわけっすね。そういうことだ。正直な話よ。肉汁たちには勝てねえし、本物の魔王はあんなんだし、やっぱ世界を救う勇者様にはなれねえなーって、しみじみ思っちゃったぜ。でもよ。お、どうしたバンズ。話の腰よってなんだよ。前方にご注目あれ。なんだい？ん？空が黒い。大穴の方角だ、まさか。あの黒いの全部魔物どもか。わし、超戦慄。わしも同じやで、これ。どうするの、あんな数。とっても無理だよ。海からの襲撃がないのおかしいと思うべきだったね。最初から全力で潰す気だったわけだ。あー、どうすんの、魔法でトーンとかできんの、それ。そこのちみっこ。俺っすか？お主、竜じゃな。竜の知恵を持つ王。そう設定されとるみたいでの。はあ、バーンズさんはそういう設定なわけ？お主今竜に変身する力は残ってるか？ほとんどゼロス、ただ。ここから大穴にたどり着く程度ならなんとか。それで十分じゃ。まさか父さん。どうすんのどうすんのどう？バーンズさんどうすんのそれ？わしらの最後の希望、肉汁を乗せてな。魔物たちは僕たちが引きつける。そんなには持たないかもしれないけど。また、てめえぶちのめすよか簡単な仕事だぜ、行ってこい。あーええボタン。最近ね、よくね、左手が滑るんです、私。左手が滑って Z ボタンを連打してしまうんです、これ。
連打するつもりはなかったんですけど、今の選択肢分かったぜみたいのを選んだような気がするけど、それとちみっこ竜よ、一つ頼みがある。ミカとゲイルも連れて行ってやってくれ。なんでや、わしら一行は戦力にならん。わしは船の操作があって離れられんが、そこの二人は足手まといになるからの。父ちゃん、すまんな父さん。分かってくれるな、ゲイル、ミカ。我が身は可愛いし、お世辞にも良い王ではないわしじゃがな。やはり親はバカな生き物みたいだよ。肉汁を頼んだぞ。バーンズさん、ミカ分かってあげて。僕らじゃ足手まといなんだ。いつも一人で怖かった。逃げてばっかの父さんが一人で残るだなんて、ばっかじゃないの。父さんの思いをバカにするのは許さない。いろいろとすまなかった。そういう定めだったとしても、やはりきちんと謝らせてくれ。今までご苦労じゃった。死ぬなよ。騎士団長肉汁、わしからの最後の命令じゃ。全ての弱き者に代わりこの世界を頼んだぞ。めちゃめちゃ熱いじゃねえかよ。大丈夫じゃよ。おいドリュー、お前らもなんとか無事帰ってこいよ。こっちのセリフだぞ。おい、やっぱめっちゃ怖かっこつけなきゃよかったの。決まってましたよ王様、今のがなければな。めっちゃ逃げたいけども、ま、船の操作は任せておけ。この世界と可愛い我が子のためと思えば。分かってんじゃねえか肉汁、俺は世界を救う勇者にはなれねえ。だけど一つだけなれるんだ。お前っていうダチを救うためのそれだけの勇者になれるんだ。なってみせるぜ、ドアリュー。めっちゃいいやつやないか。ドリュー、イライザ来るよ。震えるな、さすがに。じゃあやめるかい。あばらへしよんぞ。やれやれ、行くぜ。ドリュー一行、最初で最後の大暴れ。行け肉汁。はあ、いい展開やなこれ。追うたどり着いたのかい。他のみんな起きてるのに肉汁だけ起きなくって。私でけずはずなんですよこれが。そういう問題じゃないのよ。肉汁兄ちゃん起きたんすね。シンバ君ダメだよ、まだ君は大丈夫っすよ。無理してみんなをここまで運んできたから。肉汁兄ちゃん、ここが大穴の中っす。おそらくここを進んだ先にガネットの守護者がいるはず。さっさと倒して先に進むっす。立ち止まってる暇はもうないっすから。父さんの意志継がなくっちゃダメだものね。そうだね、行こう肉汁、未来を勝ち取るために。シンバー大丈夫なんか。おい、回復と1000ポイントってことか。父さんの意志か、考えたこともなかったけど必ず受け継がなくっちゃね。ありがとう。気をつけて、何かあるかわからないよ。ありがとう肉汁、なら何の問題もないよね、信じてる。外は行けないのね。なんかすごいところやなこれな。ここ進もう。おう、ここあれじゃん、力試しの森じゃん。そんな餌肉まーってなんだ。ちょうちんやんこみたいな敵出てきたな。94、何発で倒せるか。2発じゃ倒せない。もう回復行動うざすぎるんですけど。3発で倒せるっぽいな。こっちに宝箱があったけど、昔は。めんどくせえこいつ、めんどくせえこいつ、おい。宝はないっぽいな。なら正解の道をガンガン進んでいくべしかな。よし。こいつばっかりかい、これ。よし。経験値いまいちだな。敵が一匹だけだからか。一匹しか出てこないのかな、こっちが一人だから。わあ、そんなことなかったぜ。ザ中二病みたいな敵が出てきたなこれ。よし、
今度は盗賊のところの洞窟だな、ここな。総集編ってことかい、過去の。よーし、敵も他、お、なんだ？どうしたのミカ。さっきからなんか見覚えある景色だなーって気づいてなかったんだ。ねえ、肉汁わかる？二人で過ごしたじゃない。暑い夜、ミカちゃん。ミカ。シュー。冗談だからね、ミカ。僕もさっき気づいたんだけど、僕たちの旅路なんだよ。正確には肉汁のだけどね。さっきの森は最初に行った腕試しの森。で、ここが加害者の森、洞窟。ちょっと雰囲気は違うけど、作りは全く一緒なんだ。つまり、この先ずっと今まで辿った洞窟なら森だの進んでいかなきゃいけないの？だね。気が遠くなるわね、シンバ。シンバ？どうした、シンバ？シンバちゃん元気ないんか、これ。傷薬とかさ、無理やり口の中に詰めたらダメか？あかんか？余計具合悪くなるか、それ。さて、次はどこだったかな？クタクタな山道とかそういった類か。どこだ、ここ。多いな、お前、これ。クタクタな山道を越えて、クタクタな山道の魔女の館の先だな、これな。なるほど。ここは橋管理センターかな？橋管理センターっぽいな。橋管理センターの次は何の森だっけ。確かなんかキノコかなんかがあった森だな。記憶を呼び起こす作用があるなんとかの薬草。薬草だ。キノコじゃなかったっけ。薬草だったっけか。長い。あれ使おう。魔除けスプレー使おう。大事。そういうの大事です。まあ、新しい技も覚えなさそうだしな、これな。まだ覚えるんかな。ちょっと MP70 で回復したいところだけど、回復するか。次の戦闘を挟んだら回復するか。せやな。次は北西諸島かも。ここどうだ、ここ。ああ、何もない、あれか。何でもない島か。回復しよう。あ、扉なくなってるんだね。なんかあるかなと思ったけど。で、ここがあれか。スライム野郎がいたところか。どういう順番で行くのが正解だったか分かるんじゃない？北西諸島、これで。お、ゴールか。ここはどこかしら。僕たちは行ったことないけど、北西諸島の火山洞窟だね。なんだい？ちょ、シンバ！なんだお前は。そんな餌にクマかよ。おい、俺、うわぁ、回復行動とかする。魔法攻撃が地味に痛い。うわぁ、し、シンバ君大丈夫かい。もう限界なんじゃないか。そうかもしんねえす。さっき飛んでた時のダメージと、それにもっと前からの傷。正直な話、もう歩いてるのもやっとるはずだ。バレてるっすか。なんでそんな無茶。肉汁兄ちゃんを最後までちゃんと見届けるのが約束っすから。約束？兄ちゃんもう少しなんす。あとちょっとで大穴の最深部なんだ。せめてそこまで一緒に行かせてほしいっす。わかった。ありがとうっす。自分の体のこと自分が一番よくわかってるっすから。大丈夫っすよ。シンバはどういう立ち位置なんだろうな。気にしないでほしいっす。どうせダメなら、誰かを守ってやり遂げたいっすから。シンバー、回復するか。よし。雪、真ん中が一番最初、平和な村か、一番最初。つまり、石ルート的には、リュカちゃんを助けるのが一番先だったってことかな、これ。で、ナナリーか。まあ、順番通りってことかな。仲間になったキャラの順番通りかな。
おーい。んで、そうだね。ナナリのとこだ。で、最後に賢者と。記憶の洞窟だかなんだかだったかな。思い出の洞窟とかだっけ。使おう。よーし。しかし BGM がええの。いやー、いいね。いよいよ最終局面って感じだね、これね。こいつらヒットポイント低いな。お、回復ありがとう。慎重に行こう。何かいるね、この先に。行こう、肉汁。せよ。さて、何が待ち受けているかい。ガネット、あの子年はミカと同じぐらいかな。なんでこんな場所に。ガネットの幼い頃ってことか。あれは年齢ちょっと合わないっすけど。ガネット、僕たちの敵魔王ガネット、あなたたちだ。肉汁です。肉汁、何それ。私わかんない。私ね、お姉ちゃんに言いつけられてここにいるんだ。怖い人たちが全部焼き払いに来てるから守りなさい。全部全部燃やしに来るから守りなさい。全部。おーい、彼女は人じゃないよ。無邪気に笑っている。でも彼女は何も感じていない。喜びも悲しみも彼女は何も感じていない。どういうことだいそれ。そのものなんだから。君は人じゃない。君は魔王ガネットの悲しみだ。私だけ。ガネット姉ちゃんは大穴に自分の魔力と一緒に自分の悲しみを置いてったんすね。幸せになりたいだけなのに。彼女は君を求めているんだ。だから救ってみせる。ガネットやーい。とりあえず魔法の思い出、そんな技を覚えてたっけか俺。とりあえずムキムキになろう。ムキムキになるのが先決だ。魔王攻撃全然減らへんな。沈黙とかは効かへんやからな、これな。よし、だいぶ上がってるはずなんだが。よしよし、もう上がらなくなってきたか。とりあえず魔王の思い出やってみようか。これか。最終奥義やってみようかい。380は強い。おい、沈黙とか状態異常効かへんからな、こっちはな。もう使えなくなってしまいました。通常攻撃です。通常攻撃でも十分強いね、これね。よし、そろそろ回復するか。そろそろ回復行動を取るか。134か。意外と回復しないね。でも消費が少ないから全然問題ないって感じだな、これな。意外と今ので敵が回復しちゃったな、これ。魔法攻撃が痛いね。うおっしゃ、どうした。レベル45。痛い、痛い、痛い。大丈夫。僕たちが一緒にいてあげる。ありがとう、ガネット。さすが肉汁にいいチャンス。シンバ、もうここまでみたいっす。どういうことだい。竜の体に薬は効かないっす。運命ってやつ、運命ってやつっすかね。我が子ゲー、最後まで見届けられないのが残念っすけど、あとは大丈夫っすから。俺の中のあの子が。どういうことだ。肉汁兄ちゃん、兄ちゃんにみんなに会えて俺楽しかったっす。面白かったっす。あの子の言った通り満足っす。あの子だと。ねえ兄ちゃん、お腹すいたっすね。今度みんなで
味しいご飯を。シンバー。やっぱりこの子か。あの子は眠りにつきました。いろいろ無理も頼んじゃったから。はじめまして肉汁、久しぶりかな。お前か、やっぱり髪の毛の色が違うじゃねえかよ。魔王肉汁の、私はルシル、魔王肉汁のお友達、シンバの中の人。全然状況がつかめないんだけど、説明する必要あるよね。あ、龍か、ここに飛んできたんかい。まあ、ソップじゃないわ、お前は。説明するなら全員にした方がいいでしょ。この世界のこと、私のこと。私はこの世界じゃない、ガネットや魔王肉汁と同じ世界。そう、ガネットの思い描いたシナリオの外の人間。セーブ、はい、します。むむ、肉汁と、魔王肉汁とお友達になって、いろいろ話すようになって、どれだけの時間が過ぎた頃だろう。彼は突然魔王を辞めるって私に告げてきた。突然じゃないかな。結構気づいてた。彼が悩んでたの。だから彼が魔王を辞めるって言った時、言った日、私は何も言うことができなかった。彼を引き止めることもできなかった。魔王肉汁と別れた次の日、私はいつものように川の踊りで立っていた。いつもみたいに川を眺めて、でも、いつもと違って肉汁はそこにいなくて。ガネットか。ねえ、楽しかった？魔王を奪って、魔王を殺して、楽しかった？あなたが肉汁の。あなた肉汁の。二人で死んでよ。なに？じゃあどうやって助かったんだい？そうして私は死んだ。彼女の魔女ガネットの怨念に焼かれて。はぁ、私は全てを知った。肉汁とガネットのこと、今までのこと、これからのこと。恨んでないって言えば嘘になる。憎んでないって言えばそれも嘘。でも、それよりも、報われて欲しかった。同じ女としてガネットの愛、救われて欲しかった。大好きな魔王肉汁の魂、そしてこれから生まれてくる第二の彼、もう一人の肉汁に違う道を歩ん進んで欲しかった。そう願うには、私はあまりに無力で悔しくって。だからかな、奇跡は起きたの。なんで姉ちゃん泣いてるっすか？それは少年。見たこともないけど、どこか懐かしい少年。彼は絵本の世界の人。ああ、シンバは一応絵本の世界の人間だったのか。ガネットによる彼女だけの、肉汁のための世界のたった一人の人間。唯一の接点。唯一の希望。君は？シンバス。あのね、お願いがあるの。彼は役割を持っていた。たった一人の役割。肉汁を滞在の城まで運ぶ。ただそれだけの。竜族の少年。紛れるにはそこしかなかった。介入するにはそれだけだった。ガネットの過ちを止めるには、魔王の魂を救うには、もう一人の肉汁をネイルから取らすには。だから私たちは一つになった。そうやって私はシンバと混ざり合った。空色の絵の具に白い絵の具を混ぜると灰色になるように。その瞬間からシンバはこの世界の断りから外れた。ガネットの思い描いてた完璧なシナリオに、わずかな破綻が生まれた。そうやってこの世界に私たちは介入したの。私たちがガネットさんのシナリオから外れたのって、シンバのおかげだよ。彼が協力してくれたから。でももうここからは一人でやらなくちゃ。あと一人ガネ、あと一人。
ガネットを救わなくちゃ。彼が望んだハッピーエンドは訪れないもの。大穴が塞がった今、あとはガネットを止めるだけ。ガネットはかつて滞在の城があった場所。そこに穴を開けて、きっとあなたを待っている。救ってほしいの。私もできる限りのことをする。だから。一緒に行こう。水臭いっての。今までいろいろ世話になったみたいだな。シンバにも礼を言っておいてくれ。だから最後の一歩はみんなで踏みましょう。でもこの大穴からどうやって出るの？俺たちの担当だったとこもそうだが、主を倒したから直にこの大穴塞がっちまうんだろ。あの子の力まだ残ってるから。竜になれるってことか。一緒に行きたいよね。大丈夫、今度は私が力を貸すよ。わあ、出てきたー。いよいよここまで来ましたね。ガネットはかつて魔王の城があった方、場所。北西諸島よりもさらに東の方角の位置に城を築いて待っている。おそらくこれが最後の戦いだ。やったろうじゃねえの。ただし準備は万端で、ですよね。行くぜ、肉汁最終決戦だー。ちょ待って、みんなのさ、みんなの武器防具買ってあげたいんだ。この街で買うのは尺だけれど、ほら、お前ら。竜たちが死んだんだってな。あんたを助けるために命張った。ここはどうしようもない村。あいつらに比べたら本当にどうしようもない村だよ。ドリュー、おい、何度か。あのワッパドリューがお前たちのために間違ってたのかの、わしらは。このままダセーまま死ぬのはごめんだぜ。おせえよ、気づくのがおめえら。トリューたちが。思えば醜く年を取ってしまったもんじゃ。このまま死にたくはないわい。トリューたちはあなたのために命を懸けた。できることか、こんな俺にできること。トリューたち死んだの？逃げるのやめるよ。もう一度向かい合うお前と。ドリューたちが死んだんだってね。バカだよ、大バカだよ、あいつら。なんでそんな他人のために、はあ、全員分買えるかな。全員分変えたー。珍しく一気に最強装備になったな。あ、頭装備買うの忘れてた気がする。頭装備買ってない。オッケー、リボン。女の子なら誰でも憧れる一品。よし、他のところも回ってみようか。そうだね。あとリュカのじいちゃんが後で来いみたいなこと言ってたけど、今このタイミングなのかな。あの後のタイミングって言ったらこのタイミングしかなさそうだけど、まあとりあえず全村を回ってみようか。あれ、思い出が。ご覧の通りさ、もう思い出の村はその姿を保つこともできなくなっている。思い出が消えるのはやっぱり悲しいことだよ。でも思い出が作られなくなるのはもっと悲しいことさ。君たちは世界の希望だ、僕は信じている。君たちが世界に救いの思い出を与えてくれることを僕は信じている。マッチョさんもおらんくなってる。マッチョさんもおらんくなってるよ。これ悲しいなあ。悲しいじゃねえかよ、これよ。
平和な村だな。おい、どうも。あなたたちの勝利を僕たちは祈って信じてます。羊を見てても癒されない。やっぱ気がかりだよ。世界、世界が平和になったら一緒に羊眺めようね。いいよね羊。落ち着かないわ。何これ、世界崩壊とか意味わかんないし、ふざけんなし、早く平和になーれ。僕は農作業を止めないよ。平和になってパーティーを開くとき、料理の材料がなかったらみんな困っちゃうだろう。そのパーティーの主催はもちろん肉汁さん、君たちだからね。村長たちはいなくなってんのかい。おい、いるやないかお前。大丈夫だったんかお前ら。あとは魔王との直接対決だけですね。ここまで来たらもう私たちにできることはありません。あるとすればあなたたちの無事をお祈りするだけです。この世界に光と平和をよろしくお願いします、肉汁さん。さすがに世界が崩壊するのは困る。そやな、平和とは何者にも耐え難いですな。今になってやっぱりそう思いますよ。はい、僕たち信じてますから、絶対勝って帰ってきてください。分かったよ。世界中がざわめいてるね。みんな不安なんだ。このざわめきを止められるのをきっと肉汁さん、あなただけなんだ。任しとき、任しとき、なんとかしたるから任しとき。太陽の光がないと光合成できねえ。せやな、酔えねえな。やっぱり柄じゃない。でも世界が平和になったらきっと美味しいお酒が飲める、そんな気がするんです。あー、暗くちゃ作業できないわ。何の作業してんだ、何の作業してんだお前は。腐りやがってお前。お酒はほどほどにね。せやな。ウェース、あなたたちの無事を祈ってます。世界に平和を。世界を救う方法はどの書物にも書いてありません。でもきっとあなたたちならどこにも答えを、どうにもない答えを見つけられる、そう信じています。任しときやお前ら。ああ、うわあ、変わってないのかな、売ってるものは。変わってないね。もう相変わらずうわーやな。うわー、うわ、絵面がうわーやな。マッチョさんたちはどこに行ったんやろうか。ドラゴンマッチョの様子も気がかりだけどな。ドラゴンマッチョたちならなんとかなるんじゃないか。力を合わせてこうさ、手を貸してくれへんのか、ドラゴンマッチョたちは。おめえら、うちのアイテム決戦用に持ってってや。そうか、お前の思いを、お前の思いを最終決戦に連れていくためにもちょっと持ってってやるわ。よし、うちの武器で一丁世界を救ってきてくれないかい。救ってやりたいとこだけど、救ってやりたいとこだけど、ちょっと待て、ちょっと待てや。これ外すから装備。うろ、ちょっと待て、うろ、アイテムうろ、アイテムうろ、やで、ようこそ。まあどうせせっかくだから止まっていくわ。よし、表銀うるうる、ちょっと売らせていただく。武器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 、これだ。ちょっち足りないな。2個あるから1個売ろう。2個あるのは1個ずつ売ろう。これで買えるんじゃないか。おい、武器はおめえの武器持ってってやるよ。おめえの武器で世界を救ってやろうじゃねえか。なんか2個持ってる。なんかよくわかんないけど2個持ってるっつうか、間違えて違うの売ったくせ。ま、いっか。ま、いっか、これ。おい、さすがにもう外に出たよ。だって部屋の中からじゃ見えないでしょ、あなたたちが勝つところ。世界中、世界のみんなが騒いでも僕は全然心配してないから。あなたたちは勝つ。いってらっしゃい、皆さん。お、任しとき。世界崩壊だもの。やっぱ家族全員で外で応援だ。行くぞみんな。父ちゃん喉乾いた。父ちゃん狭いよ。父ちゃん。ちょ、押すな。危ねえ。大丈夫なんかそれ。世界崩壊か。まあなんとかなるっしょきっと。いや絶対。北西諸島はこれで全部回ったな。王城に行くか。ここどこだ。ここは何でもない島か。
よし、まず自分のテントに戻ってみるか。いなくなってる。いい加減目が覚めたか、あいつも。さすがにこの子に及んでまだベッドで寝てたらどうしようかと思った。おい団長殿、よくぞご無事で。ご存知の通り、今この世界は魔物が溢れ出してとんでもないことになっております。今こそ我が騎士団がマキシマムに輝く時。団員で分散して世界各地の村の警備に当たっております。団長殿に比べればまだまだです。我らもこの世界の住人の一員、務めを果たしてみせますと。全てが終わったら団長とも、自分が団長から借りてた品全部まとめて返すんで、必ずまたここでお会いしましょう。今すぐ返せ、お前。あー、いなくなってる。みんな出払ってるんか、世界を救うために。いや、世界を守るために。この魔法陣、時間治るんとちゃうか。特に何も起こらへんかったな。お、妙な気配を感じる。なんだ、なんだい、なんだこれ、なんぞなんぞなんぞ。むむむ、後で来た方が良かったかこれ。あ、なんだ、どなたですか。お、まぶしい。誰ですか。かわいこちゃんですね。どなたですか。こっちの世界も人んとこ言えないけどな。ここは誰、私はどこ。おーい、こら、混じってるぞ混じってるぞ。面白い坊やだね。まあ、とりあえず自己紹介だな。俺はキセルで、こいつがキセル。誰が勝手に私のこと語っていいと言ったんだい。悪かったから、だから OM が怖いから。あ、そういう上下関係なんだね。なるほど。一瞬にして把握しましたよ。はあ、私は名乗るつもりない。まあ、この世界の傍観者ってことさ。ん？さっぱりわかんねえぞ、状況が。別に理解できると思っちゃいないっす。私がわかっていればそれでいい。まあ、礼がしたいんだわ。こっちの世界の奴らがいろいろとさ、助けてもらったみてえだし。こっちの世界の奴ら？そっちの世界の魔女の戯れのせいで、世界同士のつながりがだいぶ不安定になったみたいでね。こっちの世界の住人が何人かそっちに紛れちまったみたいなのさ。あー、あれか、あいつらか。あいつらだな。なるほど。しかも俺たちの知り合いばっかだ。あー、そういうことなの。同じ世界観だったのかな、あの子たちは。本当は私が暇を見て適当に連れ戻しておこうと思ったんだけど、その手間を省いてもらったみたいだからね。一応礼を言うために呼んだのさ。さっぱりわかんねえ。だから理解してもらう必要はないって言ってるんだけどね。まあまあ、リサラ、な。リサラ？名前かな、あの女の。かもな。ですね。覚えときなキセル。別、いいじゃねえか、別に。肉汁だね。願いをいいな。叶えてやろう。なんだって、それ！願いって何でもいいんですか？できないことはないが、面倒はごめんさね。じゃあ、あなたのパンツをいただきたく思います。あなたの下着をいただきたく思います、これ。慎重に選べよう、お前ら。白米5キロ。うまい棒1年分。白米5キロと、うまい棒1年分だったらうまい棒1年分じゃないか？舐めてるのかい？肉汁くん、もうちょっと慎重に考えよう。どうやらあのおばあちゃん、マジでやばそうだしな。どうせダメ元ならあれでも頼んでみたらどうだ？なんだい？蘇らせてほしいんだ。え？ここでか。私たちの仲間、第七世界の魔王キーファー。ダメですか？ダメなんだ。死者の復活、気まぐれの暇つぶしでそこまでする気はないね。まあ自然の摂理ってのを相当に曲げる行為だしな。それにね、そもそもそのキーファーってのは、本当は何でもできるとか言っといてできないことだらけなんじゃねえの？なんだって？大口はやめてほしいよな、期待しちゃったし。でもできないんじゃ仕方ないです。乗せるのうまいな、お前ら。言ってくれるじゃないか。私の100分の1も生きてないひよっ子どもが。あいつが声を出して笑った。あんたたち生きて返さ。ああ、待て待て、恩人なんだからな、落ち着けって。あんたが落ち着きな冗談さ。だがまあこれ以上の問答は不要さ。いい加減その顔見飽きたしな。これ受け取って帰りな。なんだい。ピコピコ？お弁当？愛妻弁当、どういうことだい。
散々期待させて普通弁当って。待てななり。その弁当かなりの一品だ。主食、おかず、デザート、すべてにおいて完璧なカロリー計算。味ももちろん申し分ない恐ろしい弁当だ。戦慄すら感じるよこれは。どういうことなんだよ。ありがとうございます。まあせいぜい味わって食べるんだ。俺がお前のために6時起きで作ったべっこ、こいつキセルの弁当かよ。会いに生きるぜ俺は。いい心がけだ。礼は言ったし褒美も出した。要件は以上さ。元の世界に帰るんだね。どうやって？ああそりゃ俺が案内するわ。ちょっと送ってくるな。さっさと帰ってくるんだよ。おう。おい。ちーっと待ってな。今元の世界に戻ってるから。元の世界だの違う世界だの、話が話だけになんというか悪い夢でも見ていた気分だよ。さっぱりわからないです。そうだね。あれでもあいつも感謝してんだよ。ほんと面倒事とかそういうの嫌いだからさあいつ。でもあの人が魔女だったら、キセルさんは魔王さんですか？なんでそうなる？だって魔法を使う女の人は魔女で、魔法を使う男の人は魔王って言うんじゃないんですか？魔法使いなんじゃないのか？そうだよね。その理論だと世の中魔王だらけになっちまうぜ。ありえねえっつの。合ってるって言いづれ。魔王なんだこの人。そろそろ到着だな。できればお前らの冒険探じっくり聞かせてもらいてえんだがな。そろそろご飯の時間、飯の時間だよ。つうわけで悪いけど見送りはここまでだ。ありがとうございました。あんたの作った弁当を美味しくいただくぜ。良きバートで回収お願いします。これ受け取りな。やりか。お前には俺の知り合いとか俺の娘とか世話になったからな。知り合いとか娘とか、現役の時使ってたインフェルノだ。使いこなせるように、使いこなせないにしろ力の一部ぐらいには使えるはずだ。お前らの勝利に酔ってるぜ。じゃあな、別の世界の恩人たちよ。武器かい？うわぁ、帰ってきた。その可能性も否定できないな。いろいろと尻滅裂だった。お前が言うなら相当だな。おぉ、その手に持ってるのって、槍か。槍と愛妻弁当かい？魔装インフェルノね。武器なんだ。異世界の魔王が愛用した最強の魔装。ごめん、武器屋の親父。お前の武器を使うわけにはいかんくなった。すまんな。すまんな、本当に。はい、再弁当。はてなはてなはてな。元魔王キセルが作ったお弁当。奇跡を起こす味。めちゃくちゃ上がるやないか。招待状を回避。ゆかにつけとく？せやな。これでいいんじゃないか？おう。ちゅうところで今回のパートは切るか？もうちょいいけるか？いや、やめとこう。ということで、この辺で切りましょう。いやー、暑いなー。いやー、暑いなー、このゲーム。次のパートでお会いしましょう。またねー。